東急5000系電車松本電気鉄道5000系、電車松本電気鉄道5000系、電車5007。松本電気鉄道5000系、電車5 0 0 6の5 0 0 5生態保存車松本電気鉄道5000系電車は、松本電気鉄道が、かつて保有していた電車である。東急5000系電車の譲り受け車で、上高地線で使用されていた。1986年に、 上高地線が河川電圧を 750V から 1500V に昇圧する際、これまで使用されていた銃型を代替するため、8両が投入された。譲り受けに際し、下記の改造が実施されている。形式は下記の通りである。種車はすべて等級在籍当時は制御電動車であった。5007と5009の連結部編成は2両編成4本。 番号は、下記の通り。再塗装後入線以来、上高地線の主力車両として運用されてきた本、系列であったが、比例棒であったことや車体、機器の老朽化から、車両の代替が行われることになり、1999年から、翌2000年にかけて3000系に代替され、全車廃車となった。5007プラス5009は、 関算時の一両運転を考慮して、両運転台化されたものであったが、実際に一両で営業運転されることはなかった。なお、2006年5月には、上田電鉄がイベントに際して、同社5200系の外観復元を行った際、本系列で使用されていたパンタグラフが譲渡された。廃車後は、大半の車両が解体処分されたが、 5005プラス5006編成のみは解体を免れ、新村駅となりの新村車庫に生体保存された。長年の屋外留置のため車体の痛みが目立つ状態となったため、地元沿線ボランティア等による再塗装が2009年頃に完了し、現役当時の塗装に復元された。2011年7月には、首都圏や県内の鉄道愛好家有志によって、 東急時代の姿に復元するための作業が始まり、同年9月にクリーン一式となった姿で公開された。2020年3月24日に新村車庫より搬出され、群馬県前橋市富士見町若木高原へ陸送された。現在は同所に保存されているデハ3450、計3499号車と隣り合わせの状態で設置されている。 青返る当時の姿に、上高地先進損益の救護千系。シナの毎日新聞。http://www。s h i n m a i c o j p s l a s h o t e kike-slasharticle.php。id。イコール・オデック。二十兆千二百五億二千百万二百二十。abcdef。鉄道ジャーナル第二十一巻外十二号。 鉄道ジャーナル社、1987年10月136ページ、ありがとうございます。